クレイジーツアーは、イギリスのロックバンド、クイーンが1979年に行った、シングル、愛という名の欲望をリリースに伴う、コンサートツアーである。このツアーでは、イギリスとアイルランドの、主に小さな会場をめぐり、合計20公演を行った。最終日のロンドン、ハマースミスオーディオン公演は、カンボジア難民救済コンサートの一環であり、 ブートレック音源が非公式にリリースされている。また、セーブ・ミーはこのツアー終了後の1980年にリリースされるがこのツアーの時点ですでに演奏されており、12月22日のアレクサンドラ・パレス公演ではこの曲のミュージックビデオの一部が撮影された。これは1979年12月4日にイングランドのニューカッスルで行われたライブのセットリストであり、 ツアー期間中のすべてのセットリストを表すものではないイントロ監獄ロックウィウィルロックユーレッドミーエンターテインユーアイにすべてをムスターハーデスオントゥーレックスキラークイーンアイムインラブウィズマイカーゲットダウンメイクラブマイベストフレンドセーブミーナウアイムヒアドンとストップミーナウエーエンの翼ラブオブマイライフ三十九円のロックンロールドラムソロギターソロライアーアイという名の 欲望ボヘミアンラプソディタイユアマザーダウンアンコールシアーハートアタックアンコールウィウィルロック優伝説のチャンピオンゴッドセーブザクイーンありがとうございます